はい、どうもこんにちは、こんばんは、安田でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、病院から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまった、またそれ以外の病気になってしまいました患者さん、そのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本中、世界中で YouTube を見て皆様よろしくお願いします。またね、この動画が入院患者さんの元に、皆さんの元に届きますように、グッドボタンとチャンネル登録をまた引き続きよろしくお願いいたします。はい、今日はね、11月28日水曜日ですね。前回は26日の月曜日にね、撮ってたんですけども、あの時はのりたまの話をしました。引き続きのりたまはまだ一袋あるんですけど、今日の昼ご飯でなくなりそうなんで、この昼ご飯食べたら、昼ご飯途中でなくなるかな、のりたまの最後の一袋がね。だからこの動画撮り終えたらすぐ下のコンビニに行って、またのりたまの袋を買い占めたいと思います。で、買い占めるんですけども、あのね、まだこの前の26日のね、動画を撮った後、編集、ここで編集してる時にね、あのなんかこう人が僕のことを探しに来て、まあ結果的にそれと栄養士さんやったんですよ。食事のね、食事の栄養士さんと、まあその先週週明けぐらいにお話しして一回ご飯のこと相談してみたらどうですかって言われて、まあ、相談したんですよ。ほんならやっぱり言ってみるもんですよね。僕がどんなものしか食べれないのかというものをこう話したところ、一言一言ちゃんとこう、はいはいはい、そうですねそうですねってこう聞いてくれまして、まあ、結果的に五分軽食という、まあそのまあまあ病院ごとにいろんな説明の仕方があると思うんですけども、ここの病院では五分軽食という、あの水分の多い食事、まあ三分、五分、十分とか、まあ、十分になったらもう全部ジュースとかになってしまうんですけども、そういう、まあ、流動食ですよね。そんな風なのとかしか食べれない人とかもいてはるんで、そういうのを、いろんなランク分けされて、僕は五分軽食という風な形に変わって、食べるようになりました。まあ、それが月曜日が続いてたんですけども、月曜日晩かの晩から続いて、それがね、めちゃくちゃ食べれたんですよ。五分軽食に変わる前は全体的の 20% ぐらいしか食べれなくて、その一つの一食のね、ご飯おかずが何品かあっての、まあご飯も合わせて 20% ぐらいしか食べれませんでしたよと。それが五分軽食に変わった途端 95% 食べれたんですよ。おかず、ハンバーグみたいなやつがあって、ハンバーグでさえもう普通ジューシーでしょ。でも僕からしたら普通の時のハンバーグってパサパサやったんですよ。でも今回その食事の系統を変えてもらったことによって、めちゃくちゃもうよりジューシーに感じて、うわこれやったら食べれるぜよっしゃーってなってたんですけど、一口だけ残してしまい、 100% には至らず 95% は食べることができましたという結果になりましたね。でもね、考えたらこののりたまのご飯かけて、まあのりたまのご飯も全部食べてたわけじゃなく、まあご飯も普通の食材も合わせて、おかずも合わせて 20% しか食べられへんかったのが、ご飯も完食できましたよと、のりたまのおかげでね、できて、で、まあ、普通の炊いたやつとか野菜炊いたやつとかも食べれたし、で、まあ昨日も、お昼ご飯も
晩ご飯も完食したし、たくさん食べるようになりましたね。いやー嬉しかったな、すっげー嬉しかった。あれは食べることってこんなに幸せなんやとね、また改めて感じましたよね。これでまあね、先生は食べれたら薬を減らしていって退院は近いですよっていうふうに言われてるんでね、このまま一生懸命食べ続けていきたいと思います。もうほんま嬉しいわ、食べることって最高ですよね。2回目ですけども、いや嬉しい、本当に嬉しい。まあ飲み物ももちろん飲み物でリンゴジュースが出てくるんですけど、リンゴジュースで流し込みながら水分取りながら食べて、でも食べれると。で、まあ、食べれることによって食欲が出てくることによって体重もねちょっと増えてきましたね。昨日一昨日ぐらいが、入院当初から20キロはしてたんですけども、大体にして昨日は800グラム増えてたかなとか、今日はまた500グラム増えてたかなとかっていう、そういう刻みでね、徐々にこう食べる量が増えてきた分、体についてくる量も増えてきたかなと思っております。まあ寝たきりなんで、もちろん痩せていくのは一方なんですよ、痩せていく一方なんですよね。痩せていくけども、やっぱりその無理に筋トレをねしなあかんわけでもないわけですよ。今はもちろんできないんで、機材もなけりゃベッドの上で腕立て伏せをする力も今ないし、だから筋肉量が減っていって痩せていってるという、ね、え、まあそういうのは体重を増やしていくのは普段の生活に戻ったら徐々に戻ってきますんでというふうに言われてるんで、まあそうですよね。寝たきりじゃなくて起き上がって立ち上がってトイレに歩いて普段の生活をするようになったら、もちろんそれなりに脚力であったりとか、何かをカバンを持つことであったりとかでね、筋肉がついてくると思います。まあ、自転車もこういう、まあ、時にはお店に出勤せなあかんことも増えてくるんで、それで脚力腕力つくと思います。まあ、でも一番はね、やっぱ子供を抱っこできるかですよね。まあでかいんですよ、もう来年1年生なんで、うちの長男は。次男はまだ幼稚園なんですけども、入院するまではね、いや、おんぶに抱っこか、おんぶに抱っこで2人を後ろと前にこう担いで部屋でぐるぐるぐるって回せとか遊んだりしてたんで、まあ今はそれはとてもできません、もちろんのことながら。そうやってやっぱり子供と体張って遊んだりしたいんで、できるように今の日々できるトレーニングとかをねこう考えてるとこなんで、まあ家帰ったらそういう動画もトレーニング用としてリハビリとしてアップしていく今その思うんで、ぜひご期待ください。まあでも今日はね、とりあえず今日はじゃないわ、入院中はとりあえず一生懸命ご飯を食べることに専念したいと思います。どうもありがとうございました。僕は元気です。